I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. みんなよく頑張ったね。
行くぞみんな。ダメだよ。後悔するぜ。ここは逃げるよ。
しちゃダメだよ。一旦引くぞ。無理しちゃダメだよ。急げ、逃げるぞ。仕方ないか。続けていこう。一旦引くぞ。後悔するぜ。みんな、急いで。無理しちゃダメだよ。急げ、逃げるぞ。仕方ねえか。逃げるよ。
仕方ねえか。みんな急いで。仕方ねえか。急げ、逃げるぞ。あれが秘密の部屋への入り口みたいだな。こいつはなんでイータがここにいるんだよ。チッ、とにかくやるしかねえな。チッ、厄介だな。ったく、冗談きついぜ。こいつも上城のセキュリティ言ってんじゃねえだろうな。待たせたな。優子くんがパスコードを手に入れてくれたぞ。おお、やってくれたな。今、転送する。言ったか？秘密の部屋へのパスコードだ。こんなのが？このパスをハッキングで割り出すのは到底不可能だっただろ。彼女の性格を知り抜いていれば。リエちゃん、萌え萌え。リエちゃん、萌え萌えだ。パスコードは毎日変わると言っただろう。そのパスコードはまだまともな方だ。ちなみに昨日のパスコードやはり伏せておこう。未成年の君たちには少し刺激が強すぎる。おいさあ先へと進んでくれ。彼女の頑張りに報いるために必ず潜入を成功させてくれ。はあ、これで大丈夫なはず。早くここから出なくては。
よし、どうやらここみたいだな。秘密の部屋か。どんな秘密が隠されてんのか楽しみだね。しかし、このパスコードにしたって岸辺ってのはどんな女なんだ。浮世っぽい感じじゃねえだろ。ま、いっか。とりあえず家探しさせてもらおう。ああ、マジかよ。ここが神城のトップシークレットエリアだなんて。とにかく早くお目当てのデータを見つけねえとな。お宅は向こうを調べてくれ。お、何か。お、パン。なんでこんなもんが。なんだよ、今度は。ん？どれどれ？中身が暗号化され。二人とも、大丈夫か？何かあったのかよ。アップデート体験会。騒ぎ？いたかよ。くそ。神城は現在エデンのサービスを緊急停止している。原因はハッカーによる不正なアクセスであるとアナウンスしているようだ。ああ、はいはい、隠蔽する気満々ってわけだ。けどこんな人が多い場所にあのバケモンが現れちまったら、ただじゃ済まねえぞ。お、これは、あのお嬢ちゃんと。この騒ぎは、どういうことなんですか？ハッキング攻撃によるサーバーダウンなんて、そんな情報、デタラメですよね。エデン症候群の患者も出ているはずです。どうして、どうして隠すの。もう、ゆうこちゃんと。ふざけないでください。そうよね、ご両親のいないゆうこちゃん、私の言うことを聞く。大人に頼って生きていく。リエ、お兄さん。うそ。冗談。でも、ねえ、病院のケアがなきゃ、エデン症候群の患者なんて、どれそうなったら、あらあら大変。リエさん、あなたという人は。うん、まあ、そんなしそうな顔しちゃ。大丈夫よ。私、あなたのお兄さんだって。ね？だから、私に、私の個人データにアクセスするなんていたず。リエさん、答えてください。デモンズのハッカーを利用して、一体何をするつもりなんですか？あら、正面からの質問に切り替えたのね。その戦法、すんごく効果的よ。でも、やっぱ…エデンは、お父さんが作った夢の国なんです。これ以上、エデンを汚さないで。私、絶対諦めませんから。で、あっちの準備はどうなの、アケミちゃん。もちろん。続
バージョンアップの成果はあったみたいね。はい、イーターの行動原理理論はこれでほぼ立証でき、いやー頑張ってるじゃない。それじゃあ、あれのテストド派手にやっちゃってね、アケミちゃん。えいえい、お任せ。とっておきの舞台をご用意します。その日は私とあなたにとって忘れられない日となることでしょう。いやー、なんだかロマンチック。さあ、行きましょう。こっち見たよな、あのおっさん。俺たちのこと気づいてるって。ああ、わけわかんねえ。情報はもう手に入ったんだったな。ああ、どうやらこのリエのキュンキュン日記ってやつが極秘情報のライブラリになって、コピーはもうバッチリ取ってやる。解読はそっち。上出来だ。ならばすぐにそこを脱出したまま、混乱が生じている今なら堂々と正面玄関から出てこられるだ。けど体験会場のイーターは、エデンのサーバーは現在停止状態になっている。これ以上被害者は増えないはずだ。イーターを全て始末しようという熱意は買うが、奴らと接触し虎の子の機密情報をバグ化されてしまっては元も子もない。了解、事務所に戻ろうぜ。体験会場にイーターが出現した件に関して神城から正式に発表があった。やはり神城は悪意あるハッカーによって体験会が妨害されたと発表したようだ。参加者の一部がエデン症候群になったのもハッカーのせいだと、マスコミが騒いでいるみたいですね。くそ、ふざけんなよな。自分たちに都合の悪いことは全部ハッカーのせいかよ。一般市民からすれば、ハッカーはあくまでアウトロー、スケープゴートにはもってこいなのだろう。日頃の行いに語られたといったところだね。おっと、これはさすがに失言だったか。まあしかし、この騒ぎのおかげで君たちの潜入がうまくいったと言えなくもない。けどスエドは俺たちに気づいてたのにわざと見逃したんだ。理由はわからねえけど。そうか、ひょっとするとその理由はこの…それは俺たちが秘密の部屋から入手…リエのキュンキュン日記。予想通り神城の極秘情報をまとめたライブラリーになっていたよ。コードの暗号化が施されていたが、先ほどようやく解読できた。で、中には何が。パラダイスロスト計画。パラダイスロスト計画。そうだ、聞いたことはあるかな。それはそうだね。この私でさえ初耳。どうやら神城はその大規模な計画を実行するためにデジタルウェーブをコントロールしているようだ。ってことは、最近多発してるデジタルシフトは神城が意図的に起こしてるってことか。いや、意図的というのは若干語弊がありそうだな。神城の狙いはパラダイスロスト計画の達成。デジタルシ、今回のエデン大型アップデートもその計画の一部のようだな。それでパラダイスロスト計画というのは一体…残念ながら資料にはその内容までは書かれていなかった。しかし
資料に記載されていた主任責任者の名前。主任責任者？一体誰なんだ？答えつけないでほしい。スエドを明けみだよ。なんだって？さんは？それともう一つ、面白い情報が含まれていた。初めてエデン症候群になった患者についてだよ。今から8年目、電脳空間エデンをオープンするにあたり、クローズドベータテストが実施。そのテスト中に予期せぬエラーが発生し、とある事故が起きた。事故に巻き込まれた人間のうち最初の被害者か。それは今後の調査の課題の一つだな。信じられねえな。8年前からエデン症候群の被害者が出て、些細なことでやめるわけにはいかなかったのだろうな。大企業の恐ろしさといったところだ。だからこそこの情報は有益だ。又吉刑事と共有しておく。虎穴にいらずんば虎子を得ず。君たちは非常に重要な虎子を得た。あの父の上城悟に関する情報は何も見つからなかったんでしょうか？ああ、少なくとも持ち帰ってきたデータの中にはなかったようだ。あの部屋にだってそれらしいものはなかったぜ。他にあったものって言ったらド派手な下着くらいのもんだ。そうでしたか。力になれなくて悪い。協力してくれてありがとな。失礼します。おい、ちょっと待てよ。もう協力はできないかもしれません。うん、思うところありといった様子だな。おい、おたけ、追いかけてちょっと話してこいよ。聞いてただろ？あいつ、エデン症候群の兄貴がいて、そのことで脅されたり、口止めされたりして。そんでもって、親父さんの夢でもあったエデンまで、あの岸辺って女に乗っ取られそうになってる。お前だって、そんな体なんだ。無関係じゃねえ。俺は、励ますとか、慰めるとか、柄じゃねえけど。オタクはそういうのを向いてんって言ってこいよ。少し見直したぞ、少年。思っていたより仲間思いのようだな。京子さんに褒められても嬉しくねえよ。そうか。では言葉ではなく、行動で激励してやろう。今回は特別に、オイスターソースをマシマシにしてあげよう。それとも。え？あの、何ですか？ひょっとして、心配して追いかけてきてくれたんですか？ありがとうございます。一つ、あなたは元の体に戻りたいですか？そうですか。そう。どうしてこんな当たり前のことを聞いているんでしょう。迷いは消えました。私も当たり前のことをしてみようと思います。それでは失礼します。